ニコラス・ピーター・ソレル・ストラウスラーは、第二次世界大戦中に連合国軍が使用した、水陸両用の DD 戦車用の浮気工装置を開発したことで主に知られる技術者である。ハンガリーに生まれたストラウスラーは、戦艦機に英国へ移住してくる以前は、新進気鋭の自動車技術者であった。ストラウスラーの手がけた仕事は主に水陸両用車、路外走行用の軍用車両であった。 1928年から1933年の期間に、ストラウスラーは、フォールディングボートストラクチャーズ社を経営し、折りたたみ式のものを含む、多数の浮構装置の特許を取っていた。1933年2月に、ストラウスラーは、英国籍を取得した。1930年代に、ストラウスラーは、様々な計画で、アルビス社、 ビッカース・アームストロング社やハンガリーの企業で働き、アルビス社での設計としては、アルビス・ストラウスラー AC2 やアルビス・ストラウスラー AC3 のような走行車がある。これらの試作車は、ストラウスラー自身の会社であるストラウスラーメカニゼーション社で製作され、量産は1936年7月に新しく設立された。 共同企業のアルビス・ストラウスラー社で行われた。アルビス・ストラウスラー爆弾トロリーで運ばれる250ポンド爆弾を搭載するショートスターリング爆撃機。ストラウスラーは AC2 の設計を改良して、後にハンガリーで 39M ジャバとして製造した。ストラウスラーの設計の V4 小型戦車がハンガリーで製作されたが、試作段階以降には進まなかった。 広範囲に使用されたストラウスラーが設計したものの、一つに、アルビス・ストラウスラー爆弾トロリーがある。英国空軍向けに約1万機が、主に飛行場での爆弾運搬用に製造された。一機が4個の250ポンド爆弾を搭載することができたが、後により大型のものが製造された。ストラウスラーが関わった、もう一つの計画は、ガーナー・ストラウスラー G34 輪駆動路街。 走行トラックであり、後にこれは、第二次世界大戦中のドイツ軍により少数が、砲兵トラクターとして使用された。ビッカース・アームストロング社でのストラウスラーの仕事には、戦車用の装備品の設計があった。彼の作り出す、技術的解決策は、革新的なものになる傾向にあったが、実用化するには、高コストになることがあった。ストラウスラーは、 自身の浮構装置の経験を船橋の構築に使用したり軽戦車の両側に取り付けることで水陸両用化することのできるビッカース・アームストロング車の折りたたみ式フロートの開発に活用した英国陸軍省により実施された評価試験では船外機で推進するこの浮構装置負の戦車はそこそこうまくエイだ このシステムは主に戦車を扶養させることができる大きさの取り回しが困難なほど巨大なフロートという点で不満足なものであった。実際に折りたたんだ状態でさえフロートをトラックで輸送することはかなり困難であった。このフロートは上陸用集艇から自走して水中に発進するのが困難なほど戦車の幅を広げてしまうことになり、 このフロートを水陸両用の上陸に使用することは不可能であった。浮港スクリーンを下げた状態のシャーマン d d 戦車、その代わりにストラウスラーは大体案の浮港スクリーンを考案した。これは横方向を金属製の環状フレームと縦方向を内部に圧縮空気を充填したゴム製の管で支えられた折りたたみ式の炎であった。このスクリーンは 戦車の上半分を覆い、水上で浮力を提供した。折りたたんでしまえば、この装置は、戦車の機動力や、戦闘能力に干渉することはなかった。浮港スクリーンを転調した状態のシャーマン、DD 戦車バレンタイン DD 戦車ストラウスラーは、実験にマーク、セブンテトラーク系戦車を使用し、浮港スクリーンと戦車のエンジンで駆動する、推進用スクリューを取り付けた。 スクリューと離体の二つの推進方式を持つことから、これらの戦車を指す用語として、デュプレックスドライブまたは、DD という言葉が生まれた。DD テトラーク戦車の最初の評価試験は1941年6月に、このアイデアの初期の推進者であるアラン・ブルック将軍の、立ち合いの元ブレンとため池で実施された。 偶然にもこの地は1918年11月に英国のマーク9戦車の浮港型の試験が行われたところでもあった。ヘーリング島近くでテトラーク戦車の海上試験が満足いくべき結果に終わるとバレンタイン不評戦車を元にした量産型の DD 戦車の開発が推進された。 この方は実戦には参加せず、主に DD 型 M4 シャーマン戦車の搭乗員たちの訓練に使用された。通常とは異なる改造を施された中の一種の特殊型戦車は、ノルマンディ上陸作戦とそれ以降で実戦に使用された。ストラウスラーは、チャーチル戦車、クロムウェル、センチュリオンやユニバーサルキャリアの火炎放射器、搭載型のロンソンキャリアといった。 英国の車両にも DD システムを取り付ける作業を続けたが、これらのどれも量産には入らなかった。戦後の戦車は一般的に浮き甲スクリーンで水陸両用化するには重すぎたが、1980年代に入っても軽量の軍用車両にはこのシステムは有用に使用され続けた。ストランスラーの戦時中に携わったもう一つの計画は、 オードナンス QF17 ポンドとオードナンス QF32 ポンド対戦車砲の実験的改造であるストラウスラーコンバージョンであった。この砲にはエンジン付けの砲画が,が備え付けてあった。改造された弾薬放射を砲の後部に取り付けることにより砲自体を効果的に四輪の自走可能な車両にすることができ、トラックで砲を牽引する必要がある場合は、 取り外すことができた。ストラウスラーは戦後に様々な自動車の開発計画に携わった。その多くは何らかの形で水陸両用車と関連があったが、それらの中にはいくつかの軍用と建設車両に使用された超低圧、路外走行用ランフラットタイヤであるライプソイドタイヤが含まれていた。1957年10月にストラウスラーは 英国の輸出規制に違反した件で告訴された。ストラウスラーの路外走行用ホイールを装着したハングニオトラックが販売促進活動のために許可を得てオランダへ送られたが、その後この車両はオランダからハンガリーへと運ばれた。これはハンガリーが鉄のカーテンの向こう側の国であったため違法な行為であった。ストラウスラーは絶対的免除を与えられ、 彼の会社は500イギリスポンドの罰金を課され、訴訟費用の応分を負担した。ストランスラーは晩年まで仕事を続け、取得した30の特許の最後のものは1964年に認められた。ストランスラーは1966年6月3日にロンドンで死去した。1937年にストランスラーメカニゼーション社が、 英軍に提案したユニークな装輪装機併用式、戦車。在英陸軍技術本部駐在官の目を引き、1939年に日本に一両輸入され、ストラウスラー系戦車の名で、陸軍技術本部で調査と試験が行われ、特にその電磁式変速機に関心が持たれた。ありがとうございます。